リケラネドジョンです。今回はゴブリンキングチャレンジやっていきたいと思います。ゴブリン系のね、スキンが来てるんですが、今回はキングのチャレンジになってます。これがね、ちょっと攻略法を見ないと難しいかもしれませんので、ぜひ見てってください。本当はね、まだ見てない方に伝えたい情報なんですけどもね。はい。というわけで早速やっていきましょう。いきなりやってもちょっと追いつけない方もいると思いますので、事前にちょっとだけね、説明したいところしたいと思います。ガーゴイルはまずこの対地クロスオール専門だと思ってください。基本的にね、どこ出しても赤爆ヒットします。気をつければ、この3時の金山とかもね、赤爆ヒットせずに折れるようなこともできるんですけど、ちょっとめんどくさい上に、対地クロス2本ね、ちゃちゃっと折っちゃう方が楽なので、まあそういう使い方にしていきましょう。で、続けてゴブリンですね。ゴブリン展開すると、トラップしっかり引っかかるようになってます。まあかからない場所もあるんですけど、かかるとこうやってね、死んでしまうので、まあここをうまいこと、かわすようなね、置き方。使い方をしてあげる必要があります。それも踏まえて全開リプレイ見ていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。これかなり難しいと思うので、何も見ずにやろうとすると、まあ、ぜひね参考にしていただきたいという形になります。これね、エレクトロタイタンをまず、穴のところがね、ボコンって出すと、テスラが生えてきまして、対地クロスとか、あ、じゃねえや、リクスケルトン、いいのか、対地スケルトンとゴブリンをね、エレクトロタイタンで処理してもらうような形にします。で、その隙にキングを3時の穴開いたところから展開していきます。で、ここでリターンの呪文一発目、キングに使います。はい。ここでキングを回収していって、あとはエレクトロタイタンがね、この中央の壁をね、破ってくれるのを自分でやってもらわなきゃいけないので、ちょっとだけ貯めます。はい。で、最終的にこれジャンプをタウンホールの前につけて、9時にもう一回キングを出すみたいな感じなんですけども、これ、この対地クロスが折れる時間を待たなきゃいけないので、ガーゴイル2体はもうここ使っちゃっていいかなっていう結論になりました。はい。で、キングをこういう使い方をジャンプつけていきます。この時ね、ダクエリタンクにもかかるようにかけてください、ジャンプの方。これ、後でゴブリン1体がここ通ります。で、キングのフィストを使ってタウンホールを突破、レイジターまで壊した後に、呪文タワー、じゃあ、これで回収します。はい。で、その隙にゴブリンをね、ダクエリタンクに出してるのがわかりますかね。一体だけゴブリタン、一体だけダクエリタンクに出してください。で、まだまだこれ見てください。エレクトロタイタンね、ようやく壁を破って来てくれました。こんな時間な感じになるんでね、エレクトロタイタンからスタートするか、まあ、一番時間効率的にはいいかなと思います。で、上の方もね、右側の2時ぐらいのところは、ゴブリンが回収してくれて、で、ゴブリンを生かすために、キングをここで展開していきます。はい。この時、さっきも気をつけてたんですけど、迫撃砲、投石機、クロスボウっていう打ち順になるのではなくて、クロスボウ、投石機、迫撃砲という風に、キングが回るように気をつけてください。はい。あとは、ここからエレクトロタイタンですね。ちょっとね、1本目と2本目で、別々のリプレイを採用してますので、まあ、せっかくなんでね。まあ、再現性があるかどうかっていうところも加味して、同じやり方で2回やって、若干ね、このエレクトロタイタンの動きとかも変わってきてたんですけど、まあ、どっちでもいけるよっていうところをね、見せたいので、その辺見ていってください。はい。かなりね、この金座を守られるよね。虎爆だったり巨爆だったりがいろいろ敷き詰められてるわけなんですよ。で、ようやく6時からこのゴブリンを走らせていくんですけど、この削り方してあげるとトラップ引っかからないので、ラストゴブリンさえ残しておけば、こういう形で間に合います。はい。まあ、一応エレクトロタイタン今回はね、しっかり生き残ってることもあるので、時間があればね、前回は取れそうなんですけど、より確実に1体残した方がいいかな。ライトニングもね、一発残してという形でした。続けて多分ほとんど変わらないようなやり方でやっていくと思います。まずはこっち。なぜこっちに落とすかっていうとね、こちら側だけテスラが生えてくるんですよね。4時の内側の壁のところだけ。なのでこっちからやっていきます。今回もクロスボウ投石機、迫撃砲というような打ち順で打っていきます。まあ、これがね、基本的にはかなり楽かなと思いました。で、4時の金山のところをライトニング2発で落とすという形ですね。さあ、迫撃砲を削り終わったキングをここで回収していきまして、あとはエレクトロタイタンが自力で壁を破ってくれるのを待つ時間と、対地クロスをガーゴイルが壊してくれるのを待つ時間になります。まあ、この時にね、ライトニング打ってあげればいいんじゃないかなと思います。まあ、後ででもいいんで。イーグル砲がね、ないんでね、別に呪文とか先に打っても、イーグルのカウントが入らないので別に大丈夫です。はい。さあ、ようやくクロスボウ折ってくれましたねというところで、ここも気をつけたいのが、
タウンホールレイジタワーと打つんじゃなくて、レイジタワータウンホールって打たせてあげるとキングの被弾が少なくなるので、そういう打ち順をさせてあげましょう。さあ、タウンホール起動してフィスト使ってゴブリン1体出してって感じですね。あとはここで回収をしていきます。戻ってこいと。まあ、余談ですがね、リターンの呪文とかそういうの、クローンの呪文も同じですけど、今ねすぐ出しちゃうとタウンポイズンを受けたまんまのキングが出てきてしまいますね。これ有名な話ですが、ロケバルの効果とかもね同じ感じで、足が速くなってる瞬間に捕まえてすぐ出すと足が速いロケバルが出てきて最後切れる、シュッてしぼむみたいな感じになりますが、速攻で回収してもなんか時間を経ってから出すとね、もう効果が切れてるロケバルが出てくる感じになりますね。回収した時に怒ってる状態をキープしてくれるんですけど、リターンの呪文の中でね、しまってしまった時間は大丈夫なんですよね。何が言いたいかっていうと、タウンポイズンはこのリターンの呪文の中にしまっちゃえば、ポイズンの呪文の影響を受けず、新品というか何も受けないキングがね、また新品で出せるという形になります。はい。で、今回もさっきと同じような基本的には展開になってるかな。ジャンプをさっきと微妙に違う使い方をしていきつつ、あとはウィニングランのゴブリンをまた走らせていくだけですね。たったかたーと、まあ、ライトニング一発も余るし、基本的には安定するやり方だとね、僕はいろいろ試した結果思ったので、僕は一番簡単な方法はこれかなと思いました。うん、ぜひね真似してみてください。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。ちょっとこれをね、何も見ずにいきなりやると難しく感じてしまう人もいると思うので、まあ、そこでね行き詰まってこの動画をね見てくれてる方もいるかと思います。まあ、こうやってやればいいんだっていうのはね、この動画を見たことでね分かった方もねいると思いますのでね、ぜひ参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとね、クランメンバーの方にね、まだ攻略できてない人におすすめとかしていただけると本当に助かります。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またお会いしましょう。さら。